はい、ブロガーの、ココナッツです。新年明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。このセリフを言うのも、2回目になりました。カイラくんですね。今ちょっとね、なんかのね、工事に入ってるんですね。少しね、音がね、やかましいですよね。ちょっと今日はね、この間とは違ってね、薄曇りですね。まあ、でもね、だんだんとね、晴れてくるというアナウンスも あったんで、まあ、ですね、先ほどはもう、太陽も出てませんでしたから。ちょっとね、ここをね、行ってみましょう。もちろんね、あの 4K の動画にね、使用しているのは、あのパナソニックのね、HC-VX の 985M ですね。もうこの付き合いとも長いです。あそこに見えるね、あのね、光文亭さんですね。ここちょっとズームすればわかるんですけど、もうほとんどにもう近いんですね。でもすぐです。で、まあ今ここがね、あの早い新品種ですか。まあ見ての通りも咲いてるんですね。これですね。やい観光ですね。ちょっとここまでズームしちゃうとやっぱ飛んじゃうんですね。まだね、これはどうでしょう。ここはダメですね。この辺までだったらね、許容範囲ですね。向こうの方でもね、始まりました。ですね、次はね、ここにですね、焦点を当ててみます。ちょっとボケちゃいます。やっぱりね、極端な近距離は苦手なんでね。これはもうね、私のね、まあ拙いね、 YouTube にね、過去の動画見てくださればね、明らかです。もうちょっとね、寄りたいですよね。もうこのね、 985M のね、光景も出てるんでしょうから、もう少し近接に強いとね、また買おうという気になりますよね。あらかじめね、ちょっと引いてからちょっとね、撮影してみましょうか。なるべく今ね、日が照ってるんで。この辺か。ここだと大丈夫っぽいですね。これはどうかな。無理か。行けました。行けましたね。見事です。ちゃんと改造してますね。やっぱある程度ね、距離取らないとダメだな。このね、ライカのね、ちゃんとしたレンズを使ってるんですけど、やっぱちょっとね、ワイド側でね、寄ろうとしてもね、無理がありますよね。
やはり被写体を大きくね、あのこの 985M でね記録するにはやはりねテレ側でね、うん、今のところしょうがないですね。あ、でもねテレばかりだとつまんないですよね。この辺が許容範囲だね。多分ここですね。まあね、あの初心者のビギナー用はともかくある程度になると、あのねちょうど障子のようにあの格子ができるんですよね。分割グリッドっていうやつですね。映す時のあの液晶にもそれがね出るんです。もうもちろん切ることもできるんですけど、そのねあのこうね面格子になってるね、特に私はこの9分割っていうのがね地味に便利なんで、まあ、使ってます。カメラでもそうですね。では一旦ね失礼して、また何かね機会があったら、報告したいと思います。